風平常は中華民国の政治家、外交官。字は、も、10歳の時に父に従って、香港に移り、聖ステファン中学、香港大学で学んだ。1916年12月に大学を卒業すると、聖ステファン中学で教師となる。1918年、語法運動を開始した孫文を頼って、広州に向かい、語法軍政府に加わる。この時、 ごてカオルの秘書となり、その指導下で法律、外交文書について、検査を重ねた。1919年、パリ講和会議で中国代表どころ秘書を務めた。翌年、ご方軍政府の財政部、外交部中香港代表に任ぜられる。同年11月、海南東警戒官監督に移動する。1923年2月、 大本水府外交部特派交省委員兼財政部、越会館監督に転じた。6月、甲州大本営外交秘書を兼任した。1927年9月、国民政府財政部、関津務所所長に任ぜられたが、翌月、外交部参事に転じている。翌年10月、立法院委員に任ぜられ、立法院外交委員会委員長に選出された。 1929年2月、中ベルギー講師となる。1931年、香港大学から名誉法学博士号を授与された。同年5月、年越分裂では、西南派に組みし、公衆国民政府外交部副部長に任ぜられている。年越合流後の翌年に1月、外交部政務次長に任ぜられたが、同月末に辞任し、西南政務委員会委員に転じた。 1933年からは、立法委員に戻り、やはり立法員が愛好委員会委員長を務めている。1935年11月、中国国民党、第五期中央執行委員に選出された。1941年7月、外交部政務次長に返り咲く。翌年12月、中ソビエト連邦大使に任ぜられた。百四十五年五月、国民党、 第6期中央執行委員に再び選出される。1946年7月、パリ講和会議に中国代表として出席した。1949年3月、後鉄上の公認として外交部長に任せられたが、この時は海外にあり、結局実際には就任できなかった。同年中に一旦帰国したが、間もなくパリに戻り、以後しばらくここに滞在している。 1957年5月、風平常は台北市に向かい、小解析から国策顧問に任命され、さらに国民党中央評議委員に選出された。翌年6月、司法院副委員長に任ぜられ、7月には公務委員長会,員会委員長も兼ねた。1965年7月29日、台北市にて病没。去年70、ありがとうございます。